さらに上流へと遡る3人、黙々と足を目的のポイントに向ける。こんな奥に本当にイワナはいるのだろうか。雨も降り始めた頃、最初のポイントに到着。二人の見守る中、まずは師匠のお手並み拝見。渓流釣りは餌と竿と仕掛けさえあればでき、非常にシンプル。ここで越谷さんから竿と仕掛けの説明。渓流魚はですね、かなり敏感です。まあ、イワナヤマメは敏感ですから、まあ、あまり近づかないで長い竿を使ってできるだけ遠くからですね狙う方が魚は釣れます。まあ、長さはですね、購入するときはだいたい 5.4 とか 6.1 をお勧めします。かかった時の振動が伝わる固めの竿であることも重要。次に仕掛けである針、重り、目印、これが仕掛けの基本構造である。そしてこれらを一本に結ぶのが糸である。糸のですね、太さがですね、だいたい私の場合は06、あと08、15、こんなぐらいでいいと思いますね。まあ、特別大物狙う場合は 1.25 とかっていうのもありますけど、まあ、それはやはりね、40センチクラス以上のものを狙う場合は 1.25 ぐらい使うことが多いですね。ついで針。針は狙う魚の大きさによって使い分けるのが基本。多くの針がある中で越谷さんはこんな針を勧める。海釣り用の針である。これは非常に顎が強くてですね、イワナの硬い顎に刺さってもですね、針が伸びてしまうってことが ほとんど少ないですね。大物のイワナを狙うときはイワナ針とかこういうチヌ針が結構おすすめですね。針と糸の結び方には、針と糸を直接結ぶ通しと呼ばれる方法と、針と糸とが直結してある針巣を使い糸に結ぶ方法とがある。それでは針巣と糸の結び方を見てみよう。2本の糸はどちらから結び出しても問題はない。まず1本の糸をもう片方の糸に数回ループを作って結ぶ。この時ループの回数によって強度が増すため、通常3回くらいループを作ると良い。結び終わったらひっくり返す。もう一方を同じように結ぶ。今回一番基本となる結び方を紹介しているが、その方法は強度のある結び方を 1,2 種類知っていれば十分である。両方の糸を強く引き結び目を合わせ完成である。こういう状態になります。で、末端をきれいに処理します。末端はあまりヘリが出てですね、水の抵抗が出ないように切るわけですね。こんな感じですね。これがフィッシャーマンノットです。そして重り。渓流行って流れの速さとか水量によって判断してつけるのが普通です。だから一つの方法で釣れない場合はガン玉を変えるとか、ガン玉の位置を変えてみるとか、そういう工夫も必要かなと思うんですね。最後に目印。一つの間隔15センチぐらいです。これは目安ですから。で、今使ってるこの目印はですね、アクリルの、いわゆるアクリル毛糸です。まあ、これは渓流釣りの時の目印、あとアユ釣りの時の目印に結構使われてますね。それで、まあ結構ね、渓流に入ってて暗くなったり逆に明るくなったりしすぎてね、光の加減によってですね、この目印が見えなくなっちゃうんですよ。それでこういったちょっと派手めなですね、ピンクとかオレンジとか蛍光グリーンとか、こういうものを使うことが多いですね。これ目印はですね、必ず水の中につけちゃいけないわけです。必ず水面から20センチぐらいは出すのが標準ですね。以上が竿につながれる仕掛けの基本的な説明である。さて、越谷さんの一投目ですが、来た、
イワナだ。20センチは50ね。あ、20ぐらいでしょう。1投目から20センチのイワナを釣り上げるとはさすが越谷さん。こうしてイワナを釣り上げるためにはいくつかのルールがある。まずこの滝の場合はですね、滝が右から落ちてるわけですね、はい、ですからまずこの手前のこの辺を狙うわけですよ。ああね、一番先に、ね、それで次がね、もうちょっとこの奥を狙います。こういうふうにこの辺を狙って、次がこの流れから来ると中の様子見ながらこういうふうに送ってくるわけですよ、ね、この辺を狙っていって、本当あの流木がなければおそらくこのこういうふうに落ちてるから、こっからね、この辺がまず一つのポイントなんです。この辺が、この辺がね、だからいきなりね、流れの真ん中に入れちゃうと、あの端にいる魚がね、全部中入っちゃう、あのもう散らしちゃうわけね。これ魚ってさ、あの流れに顔を向けてんの？大丈夫です。常に 流れに向けてる。魚は流れに向かってますよ。なぜかって上から餌がこう流れてくるの待ってるわけですよ。結構お着だから口開けて待ってるわけなんです。なるほど。言い換えればね、なんか一番いいポイントに餌がスーッと流れていけば、口だけ動かせばパッと食うと。なるほど。それからまあ最後はもう滝の、ま、やる真夏の場合なんかはね、滝のね、泡ってのはほら酸素が多いでしょ。酸素が多いわけですよ、あんなかってのは。だからあのど真ん中で狙うんですね。それとあと滝の内側とか。おさらいしてみよう。手前から奥へと攻めていくのが重要であることがよくわかる。なんとなく最初からこう、あの真ん中狙った方がいいんじゃないかというね。どうしてもね、初めからこう狙っちゃうでしょ。こうするとね、この辺の魚全部追い込んじゃう。追い込んじゃうと、もう数が釣れなくなっちゃう。だから数するためには、手前の方から、いわゆるその、わかんない後ろからこうやってね、捨てて、結局前向いてるわけだから、それを全部こう切っちゃうのが一番いい。じゃあ、かかっても、バシャバシャ揺らさないで、そうそう、ゆっくり引いてくる、ね、そうそう、かかった時はね、スーッとこう抜いてくるのが一番いいの、大物の時はね。音をさせないよ、ね、そうそう、大物の時にはまあ、さっと抜き上げてもいいけど、大物の時にはね、必ずスーッとこの流れの下流に引っ張ってくる。そうすると、刺激をさせない、ね、次のね、大物も狙えるわけです。師匠のお言葉を胸に、まずは川上さん。なんと1投目から当たり。師匠の教えが良かったのか偶然か。いささか小さくはありますが、これも立派なイワナ。綺麗だね。おお。いや、気持ちいいわ。今度は佐藤さん。同期の川上さんが釣れたとあっては黙ってはいられない。いつになく真剣。はい。おっと、佐藤さんにもヒット。チェ。早でした。少しね、竿を畳んで。イワナかと思われた魚は早。やはりそう簡単にはいかない。惜しかったね。悔しいな。あちあちあち。いや、でも面白い。うん。うん、すごい、なんかあまり初めてだけど、こことっさに慌てふためく川上さん、一体何が。あ、今の竿の合い方、海の感覚だな。あの観察さは。海釣りの癖が抜けない川上さん、渓流で沖竿で釣るのはちょっと虫が良すぎたようだ。雨が激しくなってきた。そんな中、越谷さんは午前中の成果に不満なのか、一人釣りを続けていた。厳しい状況下、師匠としてのプライドがイワナに心を向かわせる。ヤマメだよ。ヤマメが入ってると思わなかったな。
さらに奥へと足を踏み入れる越谷さん。しかしその行く手を阻むかのように水かさは増し流れを早める。澄んだ沢の水も濁り濁流と化してきた。ダメでしょこれ。これ以上は危険と判断。面白いね、やってみるとね。川よりも源流ですよ。うん、源流のね。どっちかというとね、なんか渓流釣りっていう、まあ一般的に言ってるけど、うんうん、今日入った沢ったらもっともう源流ですよね。そうね。だから渓流、普通の渓流よりもっともっと上っていうことで、うん、でも偉いよね、この魚は。あんなところを上にどん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 登っていってさ、うん、そう、俺らあそこ登るのに釣ってて対等っていう感じするよね。もう必死になって登ってさ、うん、こんなとこいるのかなと思っているんだからね。俺はね、なんかこうなんか勝負してる使いでしたね。うん、だからね、昔その林さんとね、うん、こう飲みながら話してたら、こうやってオカマちゃんみたいにこうそうしてつるつる、何をやっとんだろうなと思ったけど、あ、なるね。もう少し先にと思うと、こうやってこうやってこうやってね、そうそうそう、ってこう重いわけ。ずーっとじーっとしてると重いけど、動いちゃいけないとかさ、体がしびれてきてるのにどうしようかな。でも今動くとせっかく食おうとしてんのにとか思うとさ、難儀な釣りやなと思ったね。うん、俺は、俺あのほら写真撮りにああいう源流はよく入ってたから、うん、そのたんびにあの辺の魚なんじゃないかとかね、大体、うん、ほら感じでわかるじゃん。うん、でいつもそういう思いばっかりしてて、今日は初めてそこへこう釣り糸を垂らすっていうね、それだけで満足。うん、2人とも渓流釣りを楽しんだ様子。そろそろ夜長焼けたと思うんで食べましょうよ。うん、これこの残念だな。年の子で、はい、シーズンさん。あ、暑いから気をつけて、気をつけてね。ちょっとあげるから、うん、食べてみ。うん。おめんめ。これはうまい。せっかく釣ってあげた夜長だからさ、食べないとね。うんうん、鍋か。今回の案内役の佐藤さんが何やら鍋を持ち出してきた。ま、あ、ボロボロ取ったか。中身なんですか。なん。日本酒が入ってますよ。日本酒。あ、コツ酒。そう、これがコツ酒。焼いたイワナを酒に浸し、べっ甲色になるまで染み出させる。芳醇な香りとコクのある味が楽しめる贅沢な飲み方である。まあさっさと足崩してよ、女も。もうそろそろいいかな。はい。まあ、べっ甲色がいいんだね、これね。うん、少しでも、ちょっとね。でも飲まないでよ。全部飲まないで。ああ、うまいわ。はい、ビール飲んでみちゃう。ちょっと、ちょっと。酒好きな川上さんにあげないと、あとで大変だよ。まだわかんない。ちょっとおこうよ、じゃあ。下回りして飲んだら、いやいや、ちょっとまだ分からないって全部いやいや、いつまからにするか、ちょっといつまで持って、俺みたいな、だからこっちから順番で持って、3日ぐらい飲んでったろ、ちょっとはい、はい、どっちかというと豊かななんていうか森っていうか山なんじゃないですかね、ある程度そういうところで。なんでブナ林が豊かなの。いや、それはじゃあ佐藤さんに説明してもらいましょう。あのブナ林っていうのはね、うん、あの落葉樹ですよね、うん、その落ち葉がね、うん、どん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 堆積してって、で、もう何十年もかかってその氷土っていうのができるんですけども、その上にさらにこう 毎年落ち葉が溜まっていく、それがスポンジ状になって、うん、水分を吸って、うん、要するに保水力のある山を作るわけです。今日船が着いた時にこう最初こう上陸した時、ふかふかのあの土ですね。スポンジケーキみたいなやつだな。そうそうそう。 あれがね、山一面にこうあると思って。